はいどうも、ハヌキです。今日もね、渓流釣りにやってきているんですけども、まあ、今日もとりあえずルアーでやっていくつもりです。おっと、じゃあまあね、今山道歩いてるんですけど、川までワープしたいと思います。はい、川に着きました。今日もあの以前と同じタックル でルアーはメテオーラの、チャートブラックヘッド、メテオーラのチャートブラックヘッドっていう、カラーでやっていきたいと思います。チェイスありましたね。おっ、ああバレた。そう、もう一回針に触っちゃったら出てこないかな。あ、ダメそうですね。まあ、反応はあったんでいいでしょう。オッケー。あー、バレたバレた。結構出てくるところは一発で出てきますね。来たー。あー、バレた今日も京都でバラしまくりですねあチェイスあんのに食わないですね。うわー、そこまで来てる。僕はね、めっちゃ足元にいるんですけどね。
やべ、あはバレた。うわーマジか。バレた。結構いいサイズだったんですけどね。オッケー、お、いいサイズ。よし、うわ、何回かアタックしてきたけど、かかなかったな。うわ、何回か。なかなかいいサイズですね。今かなり奥まで歩いてきたんですけど、魚止めの滝ですかね。魚はいるのかどうか。
釣れたけど、これもバレちゃいましたね。もうダメかな、さすがに。この支流をずっと釣り上がっていって、あの魚止めの滝まで行ったんですけど、あの期待した大物は出ませんでしたね。ただ魚はかなりね、あの細かく入ってて、あの魚影は豊富な川です。で今回ルアーの方はあの途中からあの龍騎のスピアヘッドっていうやつに変えてます。あのいつの間にかメテオラのねフックが片方取れちゃってて、まあそんなわけでね、途中からあの龍騎のスピアヘッドで釣り上がりました。まあ一応ルアーでもそこそこ釣れたは釣れたんで、まああと魚止めも確認できたんでね、まあ、満足といえば満足かなと思います。じゃあまあ頑張ってね、下って帰ろうかなと思います。